はい、近藤養魚場さん、今回、搭載イベント鳥の鯉ですね。はい、はい、昭和サイズが15センチです。お願いします。はい、まあ、こちらの鯉はですね、まあ、僕が作った中の頭級の鯉で、もう少し寝かしときたかったんですけど、まあ、ちょっと成田さんに見つかっちゃったとこもありまして、まあ出すことになりました。まあ、あの本当にですね、あの模様もいいですし、墨の位置がですね本当にいいとこ持ってまして、本当に将来楽しみな鯉で、夢のいっぱい持った鯉だと思いますので、まあ、じっくりご覧になってください。はい、ちょっとまあ吸いかけたんで少し動きがあるですね。はい、暴れて飛び出したら大変ですよね。そうそうちょっと棒を使わせてもらいます。はい、体つきも非常にいい鯉ですね。そうですね、雰囲気もあって幅もあって、本当にバランスの取れたいい鯉だと思いますね。はい、揺りたいと思います。じゃあ横の方もお願いします。はい、墨の雰囲気がいいですよね。墨の、はい、こちらの方もいい感じで墨が出てる。墨はもうこの時点で黒黒してますね。そうですね、はい、ちょっとじっくり見ていただいてですね、ちょっとこっち側に出しましょうか。魚を どんな風に変化していくのか非常に楽しみですね。はい、じっくりご覧いただけましたでしょうか。本当にこれから期待のできる商品ですね。はい、はい、こちら近藤養魚場さんの昭和、サイズの方が15センチになります。ぜひよろしくお願いします。お願いします。